FX 比較スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では FX 来週の戦略2014年4月26日ということで、来週の戦略についてお話ししていきたいと思います。画面上に表示されています注意事項を必ずご確認の上、これから先の動画をご覧ください。ということで始めていきたいと思います。実際のチャート画像を見ながらこれからお話していきたいと思います。はい、こちらはですね、YJFX さんの、MT4 メタトレーダー4のチャート画像です。現在表示されているのは米ドル円の日足チャートになります。はい、もう少し前から、この日本のトレンドライン、レジスタンスラインとサポートラインを引いているんですけども、またね、今回もこの 102.700 円付近で、また弾き返されて、下がっていっています。実はトライオートという、オートパイロット型裁量 FX というインバースト証券さんの、サービスで、ここの間のレンジで設定しているんですけども、ギリギリ届かなかったんですね。 102.737 には設定したんですけども、ギリギリ届かなかったので、もう少しちょっと緩めにしておけばよかったなと後悔しております。はい、まあ、ということで、まあ、これもちょっとまた今週も下がっていくのかなといった感じのチャート形状をしております。そして続きまして、ユーロ円、はい、ユーロ円もですね、まあ、ユーロドルは結構しっかりしていたんですけども、まあ、米ドル円に引きずられる感じで、まあ、上下にちょっと長いひげを出しつつも、下がっていっています。はい、続きまして、A ポンド円、 A ポンドと日本円の組み合わせですね。こちらもね、やっぱりクロス円と呼ばれる、米ドル円と、まあ、A ポンドドルを組み合わせた通貨ペアなので、まあ、米ドル円に引きずられる感じで、また結構ね、この辺りでこう上下している感じですね。はい、続きまして、ユーロドルですね。ユーロドルはね、ちょっとここしかトレンドライン引いてないんですけども、まあ意外と私の予想ではもうちょっと下がるかなと思ったんですけど、まああまり綺麗とは言い難いチャートですけども、上昇しております。そして、ポンドドルですね。ポンドドルもね、ここに、レジスタンスライン、上の抵抗線を引いてるんですけども、やはりこの辺りになると頭が重くなるというのが、ちょっと、ここしばらくのポンドドルの値動きですね。ただ、ここをもし上に抜けると、一気に走り始める可能性もあるので、まあね、ショートを入れてる方は少し要注意ということになりますね。ただまあどうなんでしょうね、材料があればという感じなんですけども、利上げとかそういうことがなければなかなか抜けにくいかなとは思っているんですけども、はい、ということで来週の、重要指標、まあ今週となっているんですけど、まあ来週今週の重要指標ということで、はい、今週はですね、重要経済指標がまあ目白押しなんですね。一つ目は、4月30日にアメリカの GDP の速報があります。まあ、これも発表時には大きく動く可能性があるのでご注意ください。そして、まあ、その翌日には今度は政策金利発表という、まあ、こちらもね、非常に重要な、経済指標の発表があります。そしてその翌日には今度は雇用統計、米雇用統計、アメリカの雇用統計と呼ばれる、まあ、FX、為替の取引をしている上でも、一番重要と言っても過言ではない経済指標の発表があります。はい、なので、まあ、ここは非常に注意が必要です。まあ、この日にはね、FX 業者さん各社で、いろいろなイベントなども行われているので、まあ、指標トレードなんかを、まあ、小さいロットでチャレンジしてみるのは面白いかもしれないです。そして、まあ、日本はね、いよいよゴールデンウィークに突入します。これは経済指標ではないんですけども、まあ、一応今週から始まりますよということで、まあ、本格的に祝日が重なるのは、さらに翌週なんですけども、まあ、祝日とかって、なかなかね、日本時間の昼間は、米ドル円とかクロス円は、動きにくいという特徴があり、また方向感乏しくなって、なかなかトレードがしづらいかもしれないです。ただ、まあ、サラリーマンの方とか、お仕事される方はね、やっぱ祝日にその、まとめた連休に、しっかり分析できるというか、トレードをできるというのは、あまりないチャンスですので、まあ、
どちらかといえば夜です。夕方から夜ぐらいの方が取引がしやすいかもしれないです。はい、ということで私がどのようにして経済指標とか要人発言などを調べているからはこちらの検索キーワードもしくは動画説明欄に URL を貼っておりますので参考にしてみてください。ということで、スノーキーの来週の戦略ということで、米ドル円は弱気です。そしてユーロ円は弱気から中立、ポンド円は弱気、そしてユーロドルはやや弱気、ポンドドルは弱気ということで、まあ、一応ね、このような戦略を立てつつ、基本的にはスキャルピング、超短期売買をメインに取引をしていきたいと思います。はい、投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。そして、トライオートの戦略も後ほどアップロードしたいと思います。はい。まあ、これ以外にも FX に関する基礎知識や、バイナルオプションに関する情報などもどんどんアップロードしていきますので、チャンネル登録をお願いいたします。はい。そして私のブログは、こちらの検索キーワードで調べてみてください。ということで、この動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。